初めてみんなの活動が止まる。恐ろしかったですね。あれ、地球終わっちゃうんじゃないかな。何が起こるんだろう、これからいつ終わるんだろうとかっていう、やっぱ恐怖はありました。劇映画の保育士をテーマに企画を進めていたんですけど、やっぱりコロナで影響で保育士 T という企画がなくなった。1週間後ぐらいにですね、また再び川村さんから連絡がありまして、これをドキュメンタリーにしないかと。実際に撮影ができなくなってしまったっていうことは、当然ショックでしたし、自分も準備を、心の準備をしていたので、それをドキュメンタリーにしないかっておっしゃられた時に、どう自分の中でその咀嚼しながら進めていけるのかなっていう不安が生じてしまって、ちくしょう、入っちゃったな。ここだったらすげえ話聞けそうだったのにな。作品を絶やしたくないっていう思いだけはあったんですよ。なんかいろんな形でできないかなって思っていた中に、ドキュメンタリーはどうかっていうお話をいただいて、でもドキュメンタリーって言われても筋書きがないので、まずずっと彼に言ってたのは、劇映画と違うから段取るなという、自然にもう任せるっていうんですか、じゃあそれじゃあゴールないじゃないかみたいな、いやゴールないんだと、そこからこうなんですか、発見しながら、この映画っていうのはあるべきだと思ったんですよね。学生さんでしょ、専門学校。どうだったの、学校は。リモートだったの。学校は専門なんで、私看護学校なんですけど。おー、自粛中でもそうですし、自粛明け、でもシングルマザーのニュースすごく多くなかったですか。多かったですね。本当に一人の人間対人間として話すことができたような気がして、その悩みだったり葛藤みたいなものの奥底を一部分でも知れたことがすごく大きくて、今回の作品っていうのは普段関わることのない人たちがどのように感じているかっていうのを、もう僕たち精一杯聞かせていただけることを聞いてきたので、なんかそれを聞いていただくだけでも、なんかそれで何を思ってくださいというのは全くなくって、僕自身インタビュアーとして聞かせていただいて、やっぱ価値観であったりとか考え方が変わったりだとか、いろんなことを思うことができて、それを皆さんとも共有したいなっていう。このコロナ禍によって、もう一度その見つめ直す機会をコロナが突きつけてるのかなとは思っていて、それが生き方だったりとかで、生き方イコール仕事で、その中で見えてくる人間って何なんだろうなってもう一回考える。そしてこの映画がそういう見た人によって生き方をまあ変えられるきっかけになってくれればいいかなと思ってます。ああやって初めてみんなの活動が止まる。地球終わっちゃうんじゃないかな、怖かったです。出歩いちゃダメですと言われない。考えさせられましたよね。悔しい部分はそこはあります。現場側もすごい混乱していて、会はリモートじゃできないし、リモートじゃなくてできるこの仕事が好きなので。さまざまな人と仕事に触れ、2人が見つけた答えとは、人と仕事。